宇宙機とは、打ち上げロケットを用いて、大気圏外で使用される人工物のこと。スプートニク1号。世界初の人工衛星ソユーズ 7KL1 の、イラストアポロ11号の月着陸船イーグルソユーズ19号、国際宇宙ステーション、宇宙機とは、英語の、大気圏外で使用することを想定した。 人工物の総称を指すスペースクラフトに対する日本語の訳語であり、無人機も有人機も含まれる。有人機は一般的に宇宙船と呼ばれ、宇宙ステーションも有人機に含まれる。無人機には人工衛星や人工惑星、宇宙探査機などが含まれる。通信、地球観測、気象学、ナビゲーション、宇宙植民、惑星探査、人や 物資の運搬など様々な用途が宇宙機にはあり、これら宇宙機を宇宙空間まで運ぶための推進装置はローンチビークルと呼び宇宙機とは区別される。周回軌道上にある宇宙機は一般に普段は自ら推進はしていない。ただし軌道を変更させるために推進装置を備えているものも多数ある。宇宙機は一般に次のような条件を満たさねばならない。 打ち上げ時の振動に加え、宇宙空間における、極低温から数千度の高温までの温度変化、宇宙船、高真空、時気といった過酷な環境に耐えうる構え体を有する。様々な装置を動かすための動力源を持つ。ありがとうございます。